皆さんこんにちは。パーソナルトレーニングジムフィス大阪の藤本です。今日は上半身の中で一番大きな筋肉であるここの肩の筋肉、三角筋と呼ばれる筋肉のエクササイズを紹介していきます。細かく分けると、肩の筋肉は前、横、後ろの3つに分類されているんですけれども、本日行っていく7種目、この7種目をやっていただければ、この3つをまんべんなく鍛えることができるので、一緒に頑張っていきましょう。ここの三角筋を鍛えていただくと、男性の方であれば肩幅が広くなって、スーツをかっこよく着こなせたりだとか、女性の方であれば上半身のメリハリが効いたすごく綺麗な体になりますので、鍛えていて損はありません。すべての種目は、30秒トレーニング、その後に20秒間休憩を挟んで7種目行っていきます。それでは一緒に頑張っていきましょう。それでは、こちらの椅子とダンベルをご用意していただきます。ダンベルがない方はペットボトルに水を入れていただくだけでも結構です。最初の4種目は立った状態、最後の3種目はこの椅子に座った状態で行っていきます。それではまずはじめに、肩の筋肉のトレーニング、すべてに共通することを紹介していきます。肩の筋肉はこのように肩がすくんでしまうと、なかなか上手にここに刺激が入らないので、肩はしっかりと下に落とした状態で、肩甲骨をぐっと寄せて胸を張った状態を常に作っておきます。それではこの状態を作ったら30秒間頑張っていきましょう。それではまず1種目目は、腕を水平に上げた状態で30秒間キープ行っていきます。肩の筋肉は初心者の方であれば特に効かせることが難しい筋肉ですので、まず30秒間キープを入れてあげて、しっかりと三角筋を疲労させてあげましょう。それでは30秒スタートです。頑張っていきましょう。さあ、この時もしっかりと胸を張って、腕は水平で保っておきます。肘はピンと伸ばさずに軽く曲げておきましょう。さあ、この時に呼吸は止まらないように自然に繰り返していきます。さあ、残り10秒です。じわじわ肩の筋肉に刺激を感じていきましょう。はい、OK、休憩です。さあ、この間にね、しっかりと呼吸を整えておきましょう。さあ、次は、先ほどのキープの位置まで上げていくサイドレイズを行っていきます。次は動かすことによって三角筋の横の部分を鍛えていきます。フォームは先ほどと同じで結構です。それでは30秒スタートいきましょう。上で 0.5 秒ぐらい止めてあげるとすごく効きがよくわかると思います。さあ、この時も肩がすくまないようにしっかりと下に落とした状態で行っていきます。さあ、残り10秒です。頑張っていきましょう。横に上げる。しっかりと肩の筋肉に意識をしておきます。はい、OK です。休憩いきましょう。さあ、皆さんどうですか？このあたり、じわじわ効いてきてますか？次はフロントレイという種目で、親指は上に上げた状態で、次は前に上げていきます。前へ習いをしていくような動作です。次はここの肩の前の筋肉、ここに意識を向けておいてください。はい、スタートです。それではしっかりと上に上げていきましょう。だいたい腕が床と平行になるぐらいまで上げていきます。こんな感じですね。その時にしっかりと先ほどとは少し場所が違うここの部分をしっかりと意識しておいてください。さあ、もう少しです。頑張ってください。はい、OK。休憩いきましょう。次は、アップライトローという種目です。ダンベルを下に下ろした状態で、肘を横に開いていきます。この時、肩がすくまないように注意してください。このまま肘を横に上げていきます。いいですね。それでは30秒いきましょう。スタートです。しっかりと横に肘を大きく開いていきます。なるべく高い位置に肘を持っていきましょう。これは肩の横側ですね。1種目目、2種目目で鍛えた部位を鍛えていきます。
っかりと肩に刺激を感じください。さあもう少しです。しっかりと呼吸を自然に入れながら肩の筋肉を鍛えていきましょう。はい、OK、休憩です。はい、それでは次は、椅子に座って行っていきます。次は、リアレイズといって、少し体を前傾させて、そのまま手を横に開いていきます。手はなるべく遠くにダンベルを掘るようなイメージです。はい、それではスタートです。体はだいたい斜め45度です。そのまま横に大きくダンベルを掘り投げるように開いていきましょう。この種目では主に三角筋の後ろ側、後部に効いていきます。さあ、しっかりと効き目を感じていきましょう。もう少しです。頑張ってください。はい、 OK です。では残り2種目です。次の種目は、ダンベルショルダープレスという種目で、ダンベルは耳の横にセットしたらそのまま上に上げていきます。この時肘はピーと伸ばしきらずに軽く緩めておきます。こういった形ですね。次はこれ二の腕のあたりも使っていくので、しっかりと肩の筋肉化していきましょう。では30秒スタートです。さあ、少し軽いなと思った方はダンベルを2倍ぐらいの重さに仕上げてもよく効いてきます。真正面に真上に上げるのではなく、ちょっと気持ち円を描くような感じでやってあげるとよく効いてきます。さあ、後半になって苦しくなってきましたが、ブラブラにならないようにしっかりと固定していきます。はい、 OK です。さあ、ではラスト1種目です。次は少し、変則的な肩のトレーニングなんですけれども、ちょっと椅子にもたれた状態で、先ほどのサイドレイズとフロントレイズを合わせたような動きです。斜めに上げて目の前まで、このような形で行っていきます。ではラスト30秒いきましょう。スタートです。さあ、最後ですよ。しっかり追い込んでいきます。斜めに上げて、そう、これは肩の横と前にすごく効いてきます。しっかり使っている部位を意識していきましょう。さあ、肩の筋肉は持久系の筋肉になるので、たくさん回数を重ねてあげるとすぐ発達します。はい、OK、お疲れ様でした。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。どうですか、今ここの肩の筋肉すごく張ってる感じ、わかりますか。ここの、肩を揉む方の筋肉ですね、首のすぐ下にあるところ、僧帽筋というんですけれども、ここがすごく疲れてしまっている方はちょっと肩が上がりすぎている可能性があるので、次回行うときはしっかりと肩を落とした状態で行うようにしてみてください。このトレーニングをだいたい 2,3 日に一度行っていただくと非常に効果的です。皆様のトレーニングにぜひ取り入れてみてください。どうも皆さん、お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ご意見ご感想はコメント欄にぜひお書き込みください。パーソナルトレーニングジムフィス大阪では全店無料体験を受付中です。概要欄の公式サイトよりお気軽にお申し込みください。